金運、お金持ちになるパワーストーン5選、今すぐ確認。現代社会において私たちが生きていく上で欠かせないものの一つがお金です。異論はないですよね。実際パワーストーン業界でも一番人気なのは金運向上効果があるとされるものなんだそうです。目に見えるものがこの世のすべてと自信を持って言い切れない私は、運気の存在も完全否定はできません。持っているだけで金運が向上するというのであれば、ご自身で一度は試してみるのも一計ですよね。今回は5つのパワーストーンをシェアしていきたいと思います。1. タイガーアイ。タイガーアイは金褐色の細かな縞模様が虎の目の光彩を思わせるということで、その名がつきました。アフリカ南部やオーストラリアで産出されます。比較的リーズナブルなのもこの石の魅力の一つです。持つとあなたに先を見通す力が宿るとされ、金運や仕事運向上に効果があるとされます。魔除けとしても使われます。 2. シトリンクオーツ。シトリンクオーツは水晶の一種です。黄色に染まったパワーストーンで、太陽やお金のシンボルとされます。特にアジア圏において古くから人気があり、金運を高めるお守りとして使用されてきました。天然ではあまり産出せず、とても希少な石の一つです。市販の多くは紫水晶に熱処理を加え色を変えたものになります。 3. 琥珀。琥珀は比較的馴染みのある石ではないでしょうか。あのゴールドの絶妙な色合いが綺麗ですよね。あの色がお金を象徴しているとされ、また摩擦した際に静電気が起きるので良い気を引きつけるとも言われます。通帳を入れている引き出しやお財布の中に琥珀を入れておくと効果が期待できるはずです。 4. ルチルクオーツ。ルチルクオーツは水晶の一種です。中に含まれる針がその特徴で、金運向上には金色のルチルがおすすめです。パワーストーンがブームになる以前から、日本では金運向上や商売のお守りなどとして親しまれてきました。またポジティブ思考になれる石としても知られます。金色のルチルクオーツは主にブラジルなどで産出されます。 5. トレジャーメノウ。財を生み運気を上げるとされるトレジャーメノウは、竜が休む場所とされ、竜穴と呼ぶこともあります。周囲の気を集める効果があるので、置いた場所がそのままパワースポットになるとまで言われています。いかがでしたでしょうか。これまでパワーストーンに全く興味がなかったという方も、ご自身でぜひその効果を一度試してみてはどうでしょうか。多くの方が信じている、または時代の審判を乗り越えて伝わる古くからの言い伝えには何らかの力があるやもしれません。